襖、やけにそっけないな。その襖にはかつて竜が描かれていました。合戦に敗れた武家の者が仲間を弔おうと思い、彼らの血を墨に混ぜ竜を描いたのです。しかし弔いの竜はこの地に災いをもたらしました。死者の血で汚れちまったんだろうな。それだけ死んだ者の恨みが大きかったってことか。その時の住職はすぐにこの襖を焼き払おうとしました。ですが竜は襖から抜け出し、地面にある流血に飛び込んだのです。そして竜脈の中に消えていったと言われています。絵の竜が逃げた？そんなことが本当に？汚れが原因ならあり得るぜ。流脈に流血。少しこの辺りを調べてみるか。おそらく流脈の中に竜は潜んでいるはずだ。あそこ、竜は流脈を移動してる。追えば流血があるはずだ。これが流血か。よし、こいつを閉じるぞ。ああ、見ておけよ。待て、逃げた先にも流血があるはずだ。それも閉じるぞ。そうすれば竜は行き場を失い俺たちの前に出てくる。俺の出番だな。また逃げたか。他にも流血があるはずだ。全部閉じるんだね。了解。よし、任せろ。もう逃げ場もなくなってきたんじゃないか。
執念だけはすごいよ。さあ、元の場所に戻るんだ。寺に戻ってみるか。あの絵がどうなってるか気になる。竜の汚れは払った。ようやくこれで真っ当な弔いができるぜ。ありがとうございます。これで長年の災いが消えるでしょう。こうして見るとよくできた絵だね。ああ今にも飛び出しそうだ。実際飛び出しちまってたけどな。